せーの、本日のよろぴこ。よしひこチャンネルをご覧の皆さん、いつもありがとうございます。息子です、母です、フレーバーよろぴこ。西構えた時にさ、どんな感じだった？最初は普通です。構えた瞬間、俺構えた瞬間、俺と思ったよ。どうやってバット振っていいか分からなかった。分からなかったよね、最初。で、1日目だけは和義さんが指導してくださったんですよ。で、もう本当に今言ったように、どうやって振っていいか分からないような選手に対して、和義さんはこうやって振るんだみたいな感じで、いきなりもう今までこうずっと左でやってたような感じのものではこう。怖かったからね。怖かったです。でも俺ね、今でも覚えたけど、スイッチに変えた時にさ、上行ってすごい変なバッティング、打球をゴーン詰まってこう打ったわけよ。だから和義さんからバッティング落ちた、ナイスバッティング、今の打ち方よかった。もうあれがすごい大きい。打球を言わないで、今の打ち方は良かったって、そっちを褒めてくれたわけ。大体さ、昔のコーチってさ、開いたらさ、はい今開いた、はいバン下がったって言うやん。で、いい当たりしたらナイスバッティングしか言わない。でもそういう感じがあったはずです。ただ怖かったけど、あの雰囲気がもうやっぱり怖いですよね。言えなきゃ言えよね。だからやるかって言われたら、はいもうはいって言ったら、じゃあ室内行っとけみたいな、川崎球場の狭い室内あるじゃないですか。で、しばらくしたら来られてっていう、1日目だけですね。1日目だけですか？1日だけです。で、その後は高畑さんがずっと朝昼晩つきっきりでやってくれましたので、褒めてます。でもいい人になってやってるよな。まあそうですね。俺でもそうだもいい人になってやってるもん。じゃなかったらゴールデングラブとか取材しとってませんよ。まあだから僕らがやっぱプロ入った時に、いい指導者に巡り合うことっていうあれはずっとこう言われましたね。いろんなとこから聞きました。今でもそうだと思うよ、マジで。まあそれは言えますよ。こっちにこうだって走塁の問題今すごい出てるやん。あの時に今さ、でもなかったよね、一緒にファーストコーチ、サードコーチやった。これ表裏の裏と表の背番号ね。78、そうそう7887。あの時はもう一塁ランナーっていうのはもう全て吉子さんにお任せしてっていうところで、あとはこっちに来るのを僕がね、ホーム行かせるか止めるかっていうところの、そういうベースコーチの関係でしたんで、すごく選手もやりやすかったんじゃないかなと思いますけどね。で今さ、ホームが速いとかサードが速いってすごいなかったよね。一回ケースが大回りして怒られたけどね、すごかったですもんね。でもこの前もね、その今の話あったじゃないですか、ホーム踏ん前にサード先にアウトになったなっていう、ああいうことが起こるっていうこと自体がありえない。そうですよね。多分俺たちって全員じゃないかもしれないけど、野球を見て、試合を見て、イニングを見て、全部見て、アウトカウントを見て、ここは無理していくのか、無理しちゃいけないのかで、ホーム行く選手の足も多分分かったと思うんや、状況が。で、俺行ってもどうなるかっていう可能性あるし、だったら逆にホームで自分がアウトになると、こっちが間に上がったら自分が戻るとかさ、わざと遅くアウトになるとか、そういう考え方持ってたやん。だから自分のことしか考えてないんじゃないかなっていうようなものはあるんですよね。多分俺たちって全部こう野球を見させられたやろ。こう添削でツーアウト、セカンドはいいけどツーアウトがサード行く必要ない、無理する必要ないって言ったら、イニングとかあるし、投げるピッチャーの球種もあるけどね、このピッチャーサード行ったら嫌がるピッチャーとかあるから、そういうところも踏まえて走るよね。だからまあ吉本もそうですが、僕もなんかも自分よりもやっぱり速い選手っていうのは、まあ1人いるかいないかぐらいじゃないですか。そうですよね。でおっしゃったように、やっぱり後ろのランナーの時に前のランナーの方が遅いんで、そこはもう前のランナーが速ければこれはそんな、そうだよね、全然まあ楽なんですけども、そこはよく考えてましたよね。おっしゃるようにちょっとスピード落としたりとか、あここは行っちゃいけないなとかいうのはありましたよね。すごい何回も出てる今ホームで。そうですよね。点入んなかったって。もちろん先のランナーも悪いし後ろのランナーも悪いんですけども、選手のホームベースコーチやる次のバッテリーじゃないですか。そこにもやっぱ問題ありますよね、やっぱ見てたら。でもいつも最終的にはさ、コーチの問題じゃない、まあそうですよねと思うけどな。そうですね、教育ですよそこの。だからずっとそうにやったらやっぱみんな上手になるよね、それは。そうやってやっぱりこう教えていかないとなかなかやっぱ自分では覚えられないですよね。いかにこう状況に応じた走塁ができるかどうかっていうところがすごくやっぱり大きいと思いますけどね。俺ファーストコーチやってただいけいけだから、いけいけいけ。でもそれがやっぱ選手としては一番ありがたいんじゃないかな。まあ確かにですね。選手でなかなかこうスタート切れない選手っていっぱいいるじゃないですか。結局はコーチの人や指導者が背中をやっぱり押してあげれないんですよね。そこはやっぱり一番真っ先じゃないかなと思うんですけどね。8着にさ、8着いくか、8着いくか、いくか、あと半歩取る、いくか、いくか、無理です、無理です。福浦があれは選手だったらまだわかるんですけどね。でもほら里崎さんがうちに出た時には吉岡さん。行きますか行きますか、逆に飛び出してあいつがな、そういうとこ無謀なとこあるから行きますよって行かないでって言ったって絶対行っちゃいけないっていうところはストップが出るわけですからね。まあね、それが出ない限りは例えば行ってアウトになったとしてもそこを僕らがやっぱり攻めるわけは絶対いかないですから、よくこう結果でなんであそこ行ったんだとかストップ出てないじゃないですかっていろんなこうあるね、揉めたりしてるところも結構見ましたんで。ロッテ、まあ、いわゆる一筋じゃないですか、はい、昔のロッテから、ね、華やかなロッテに千葉ロッテマリーンズになっていった流れまで全部見られてるわけじゃないですか。あんだけの応援から全く人がいなかった、あの応援団が誰もいなかった時代もプレーされてたじゃないですか。どうだったですか当時のその、まあ、いわゆるロッテといいますか、川崎球場ですからね、はい、であそこで10年やらせていただいたんですけども、はいはい、もちろんお客さんの数はやっぱ少ないですよね。そうですよね。監督誰？金田。僕が一番入った時には和義さんでしょ。ああそうか。和義さん入った。で和義さんで稲尾さんです。あ稲尾さん。で稲尾さんから有藤さんですよね。なかなかいいねこの強弱。有藤さんから金田さん2回目です。いいね。こう上がってきたね。で吉沢さん。金田さん2回目の時には吉彦さんがちょうど入ってきたんですよね。その監督にね、こうなってちょっと柔らかくなって、こうなってこうなってこうなってこうなる。八木沢さんの後に藤井さんじゃなかったかな。八木沢さんの後に1回バレンタイン監督がバレンタインやって藤井さんでしたね。あそうですね、そうですね。で近藤さんですよね。で大和浩一さんで1年目のバレンタインの時いたいました。選手です、選手です、選手だからいた。95年ですね。95年です。ドロドロ自転車乗ってうろうろして練習させられなかったんか。だからミーティングのところも、まあ、監督はもう全然そこにはいないんですよ、うん、で当時ヘッドコーチが江藤さんが全部、うん、仕切ってやってらっしゃったんですけども、うん、でバレンタイン来て本当グラウンドでミーティングやってる時にもう自転車でなんか横のところをこう通ったりとかっていうのはありましたけどね。それ聞いたことある。もうすごい殺されたんやろ。そうです。だって1年で変えられてますもんね。そうなんですよ。まあいろいろね、僕らが知らないことがたくさんあったと思うんですけども、まあそうでしょうね。あの年に95年に2位になったと思うんですね。はいはい、そうだ、そうですよ、そうです。ですごくやっぱりこうチームの雰囲気も良かったですから、このままひょっとしたらこうね強い時代に来るんじゃないかなっていう。そしたらまた1年で、おっしゃったように終わったんで、でそこからまたこう低迷するような感じになったんですよね。僕は95年ちょうど35歳の時なんですよ。あ、35。35です。近藤さんね。はい、近藤さん。近藤さんが途中でコーチになられてますよね。そうそうそう。あ、そうなんだ。実は今お前のトレードをロッテに持っていってるからっていうところで、僕はもうその時てっきりすごい食にうるさかった。まあうるさかったですね。だからチョコにカニ出す。誰が怖かったですかって聞いたら吉彦さんと西村さんですってはっきり言ってました。あいつが入ってきて自主トレの時ですよ。こいついい妥協してんなと。オールスターズこれから始まっていきますという、まあ流れで、監督ぜひよろしくお願いします。はい、わかりました。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねとコメントをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。